マイクラ上級者しか知らない小技小ネタ3選。1つ目は蜂の巣が必要な時に苗木と横に花を置いて苗木を骨粉で成長させると蜂の巣ができることがある。2つ目は自分の家を探したりする時方角がわからない。そんな時に石レンガを置いて T 字になるように見ると方角がすぐに分かって家に帰れる。最後は要塞のシルバーフィッシュを倒す時に1体を殴るとどんどん数が増えていってかなり苦戦するけど、実は殴らずに火で処理したり一発で倒したりすると数が増えずに簡単に倒すことができる。2つ目は焚き火から出る煙は実は下に星草の俵を置くことによって通常よりも煙が高く上に上がる。2つ目は序盤に松明が足りなくて湧き潰しができない時にシャベルを使って土の道を作るとオブが一切湧かなくなる。最後は忠誠心付きのトライデントは投げると自分の元に戻ってくるけど、投げてすぐにインベントリをいっぱいにすると頭の周りをぐるぐる回り出す。2つ目は狼の体力が確認したいって時に狼の尻尾を見ると体力がわかる。実は尻尾が下がっているほど狼の体力が少なくなっている。2つ目は大きな塔が作りたい時にまずは仮のブロックを置いてからそこにマグマを流す。そして水を流すと簡単に作ることができる。最後は浅い川を移動する時に1マスの深さでも移動が遅くなってしまう。そんな時にバケツを持ってというボタンを連打すると早く歩くことができる。1つ目はムーシュルームに雷を落とすと茶色のムーシュルームになる。これは有名だけど、実はムーシュルームに花を与えてお椀を使うと怪しげな支柱がもらえる。2つ目は統合版限定だけど、焚き火の火が消えていて自分が燃えている時に焚き火に近づくと火をつけることができる。最後も統合版限定だけど、ソウルサンドから出る泡の上をトロッコが通るとチャンピオン跳ねながら進む。会場だとこれは結構使えるかも。1つ目はロケット花火を打つ時に普通は上に飛んでってしまうけど、実は水をこんな感じで流して発射装置で打つとロケット花火を斜めに飛ばすこともできる。2つ目はネザーポータルを作る時に火打ち石がない。そんな時に燃えるブロックをゲートの横に置いてブロックが燃え始めると火打ち石がなくてもゲートを作ることができる。最後は馬に乗るために懐かせている時、実は砂糖をあげることによって馬が懐く確率を上げることができる。参考になったらチャンネル登録よろしく。